ヒバオア島のティキゾーマルキーズ諸島のハタマルキーズ諸島とは南太平洋にあるヌクヒバ島やヒバオア島など14の火山島からなる諸島でフランス領ポリネシアの一部をなしタヒチ島からは北東に約1 5 0 0トルの海域に位置する諸島は寒流のペルー海流が流れる影響のため産後症はなく険しい海色がけを示す先住民は ポリネシア系で、先住民の言葉ではこの島々は、デヘヌアエナナ。総面積は、約1240平方キロメートルで、人口は8064人。中心地は、ヒバオア島の後穴と、抜く、ヒバ島のタイオハエ。主な経済は、コプラ、バニラ、タバコの輸出。1595年に、スペイン人が来航し、1842年に、フランス領となった。 それ以降、ヨーロッパ人の捕鯨の漁夫による暴力や、彼らが持ち込んだ病気などにより、人口が激減した。画家ゴーギャンは、ヒバオアシマで没死した。ハーマン・メルビルの小説、タイピーは、抜くヒバ島が舞台である。マルキーズ諸島は、北部と南部とに分かれており、全部で14の島々からなる。諸島は深島ヒバオアシマ。ありがとうございます。